はいみなさん、こんにちは。あじゃりしてる。はい、グレぐれです。グレーの、えー、グレグレけいちゃんがですね、グレーの話をします。ということで、えー、今回の動画もね、ぜひね、最後までご覧になってもらえれば嬉しいですっていう感じなんですけども、えー、今回の話題はですね、ちょっとコミュニティ欄でも、えー、皆さんにですね、事前にお知らせしておりました。でですね、 今週ね、いよいよね、今現在月曜日の朝にね、この動画を撮ってるんですけども、えー、今週から、まあ、あの、遅くても来週の頭ぐらいですね、えー、に実際のその KK 息子のですね、3回目、3回目ですね、もうついに3回目、3回目の司法試験の合,合否発表がですね、えー、実際に行われるはずです。という中でですね、私もこの、そうですね、1、2週間ぐらいずっとですね、 この例の受験資格だとかですね、LLM の問題だとか JD の問題とかね、いろいろ掘り下げてきましたけども、おそらくですね、この合格発表前までにですね、皆さんにお伝えできる最後のですね、新情報になると思います。というのはですね、あることがちょっと気になっておりまして、F 代に直接連絡をしてですね、えー、まあ 私ジャーナリストじゃないけどまあ取材ですねえ取材をかけておりました。でそういったようなまあ取材内容とともにねやっとね回答が返ってきましたので、えー、ちょっと私が気になっている内容こういった内容ですよというようなこととそのね F 代からの、えー、連絡をもらったですね最,最後の情報ということでこの合格発表の前にね の最後の新情報として、ぜひね、皆さんのこ,こら辺にでもですね、頭の中にでも収めておいてもらえればなという気がいたします。ぜひ最後までね、えー、ご覧になってみてください。ということでね、えー、まずはね、えー、最初にちょっとも、今回もね、ちょっといろんなことをね、えー、お見せしたいなと思うんですけど、まずは最初これですね。これご覧になってください。でですね、えー、これに関しては、 もう皆さんね、私もね、もう何回も多分ね、2回か3回ぐらいね、でにお店をしてますので、以前の動画でもね、ご説明したような内容です。で、これに関してはね、えー、要は例のね、なぜ KK 息子が JD のコースを2年間ですね、2年間で卒業できたんですかというようなことに関してね、いろいろこういうようなね、裏技じゃありませんけども、こんなようなことがありますねという中で、もうみんな、みんなズブズブだろうみたいなね、話をさせていただきました。 でですね、えー、これに関してもですね、実際ね、えー、まあまあ、以前ね、ちょっとね、いろいろご説明してますので、まあ、かいつまんだ話としてね、今回ちょっと話をしておきますけど、要はね、あの、JD のコースをね、正式に卒業するためには83単位必要ですというような中で、えー、2年間でその83単位を取るということは非常に難しいわけですよね。 なおかつ、KK の息子に関しては、それこそ同級生の話じゃありませんけども、なんかね、実際に講義を受けているのを見たことないとかね、そんなようなこともね、以前から噂に立っておりますよね。まあそういったようなことも考えると、どうなのっていうのはね、なんでこの83単位が取れたんですかということに関して、いろいろ掘り下げていった中でね、このあの真ん中ぐらいに書いてある赤字に書いてある通り、まあ原則83単位のうちのね、19単位に関しては、 例えば、王総合法律事務所でのね、実際の実務経験だとか、UFJ の実務経験だとか、それこそアナウンススクールでのね、修、えー、学したようなね、経験だとか、まあ、それこそ一橋大学のね、単位を流用したいんじゃないかっていうようなことで、まあ、こういったようなことが、実際ねね、83単位のうちの19単位までは充足できますっていうようなことが、正式にこの F 大のですね、 えー、実際のロースクールのアカデミックレギュレーションといわれるね、学部要項の中に詳しく書いてあって、なおかつね、学長のサイン一つで OK ですよ、みたいなね、そんなことで書いてあります。これに関してはね、えー、以前の動画の中で詳しく説明しておりますので、その動画、もうかなりの皆さんがご覧になっていただいてるんですけど、一応ね、終了画面に貼っときます。まだご覧になっていない方は、えー、それをぜひご覧になってくださいということです。でですね、今回、 まあ、今ね、ご説明したようなことは、過去ね、ご説明したような話なんですけど、私が冒頭ね、話したように、ちょっとね、非常に気になってたんだよな、みたいなね、ことでね、えー、紹介します。それがね、これ。えー、今ね、ご覧になっていただいているのはですね、実は F 大のホームページの中で具体的に書いてあるような内容です。で、これに関してはまた URL をね、概要欄に貼っときます。ぜひ後でご覧になってくださいっていう感じなんだけど、 まあ何を言っているのかっていう話なんですけど、一番上にね、インターナショナルカリキュラフォアクレジットって書いてありますよね。要は、えー、アメリカ以外、海外で取得したような学位に関する、そのカリキュラムみたいなね、ことなんですね。で、ここの部分非常に気になってたんで、えー、後でお見せしますけど、F 代からのね、回答を待ってたっていうようなことがあるんですね。で、何の話かというと、この特に青丸、 青の括弧で囲ってあるようなとこでですねその部分だけちょっと読みますがフォ、えーダムユニバーシティイシュスカレッジクレジット f o r i n t e r n a t i o n a l b a c ate, exam, 5, c a l a u r e a t e h i g h e r l e v e l e x a m s c o r e o f f i o r s p l e a s e i n s t r u c t t h e i n t e r n a t i o n a l b a c c a l a u r e a t e o r g a n i z a t i o n t o s e n d y o u r r e s u l t s 何を言ってるかというとですねなんかねこのね、えー、IB プログラムっていうのかななんかそういったのがあってですね要は F 代としては、海外、アメリカ以外で取得したような学位、え特にね、学士号だとかね、えー、このバカロリー、ちょっとね、学士号とかそういったような意味ですので、海外で取得したような修士号だとか、学士号だとか、そういったような、ね、単位、海外での単位を、えー、このね、インターナショナルバカロリー・オーガナイゼーションってね、まあ直訳すると、えー、国際、 学協会みたいなねそんなようなところあるらしいんですけどそこでなんかね567っていうなんか高いレベルのスコアをもらったような学士号のもしくは修士号もあると思うんですけどねそういったような資格に関してはこの F 代での,その単位として認めるみたいなねそんなことが書いてあったんですねでこれをちょっと見た時に非常に気になっておりました要はこうういったような海外で問い 取ったものの学位が、それこそですね、この、えー、F 大のロースクールの、えー、実際のその LLM とか、えー、JD のね、資格になるのか、学位になるのかっていうことが非常に気になってたんですね。で、それに関して、えー、具体的に聞いてたんですけど、案の定ね、二、えー、2、3日経っても、1週間経ってもね、回答が来なかったんですね。なので仕方ないので、また仕方ないから、もう突撃系じゃん電話しましたよってことでね、電話をしました。 で、電話をしたらね、あ、わかったわかったみたいな形でね、えー、なんかメールしときますよ、みたいな形で、やっとね、なんかね、メールが来たんですよ。で、えー、そのメールの回答来た内容が、これ。でですね、えー、今ね、ご覧になっていただいているところ、ちょっとね、まあ、あのー、個別名詞とかね、えー、個別の名称が入ってますので、ちょっとその部分に関してはね、あ青でね、 隠しておきましたけどもこれに関してはぜひご了承くださいただあの、えー、約束しますこれに関してはですね正式に回答をもらった e、えー、メールの文章ですこれだけは申し上げておきますでですね、えー、ここに書いてありますけどまあディアナイナイこれは私のアジアのけいちゃんの名前なんでちょっとそれだけはね、えー、申し訳ありませんけども捨てときますまあね私のね本名ね実はね え私もね、この概要欄にね、ツイッターもやってますので、ツイッターにえーぜひフォローしと,きしといてくださいね、なんてことをね、書いてあるんだけど、まあ、あの、ツイッターのね、私のね、紹介のとこ見てもらうとわかるんだけど、私のは下の名前だけだけどね、実は出てますよ <laughs>。だから私のね、アジアのケイちゃんのね、ケイちゃんがどっから来てるケイちゃんなのかってお知りになりたい方は、ツイッターをぜひね、フォローしていただければなと思います。ちゃんと出てます、みたいなね。まあ、どうでもいいんだけどね。 えー、というようなことで、まあ、ディアアジアの K ちゃんということで、具体的に、えー、回答が来ました。で、下の方のね、一行目に、あの、青で、えー、ちょっとね、消したる部分に関しては、これはね、不大ですということで書いてあるんでね。一応、こういう名詞なので、消しといたって話です。で、特にね、今回のね、内容で、皆さんに注目していただいた、いただきたいのは、この黄色。えー、黄色で、えー、蛍光ペンで引いといたとこ、そこだけ読みます。 You cannot cannot ですできませんと You cannot transfer any credit from an undergraduate program or an IB program to the law school for advanced standing 何を言っているかというとですねさっきねあのお見せしたような F 大のホームページで書いてあるような要は海外で取ったような修士号だとか学士号それを F 大の、えー、実際のですね単位として認めるみたいなねそういったプログラムがあるっていうようなねことはね えー、正式に書いてある部分これに関しては紹介させてもらいましたがそれに関する回答で、えー、私が聞いた内容はじゃあそういったようなプログラムとしてですね海外で取ったような学士号だとか修士号だとかそういったような単位というのが、えー、このフォーダム大のロースクールですねロースクール特に今回はねこの JD の、えー、実際のね入学等を扱っているような部署に聞いておりますので じゃあ例えばそれが JD のねその単位として当てがうというようなことは、えー、海外のね留学生にとって可能なんですかっていうことを聞いたんですけども、えー、やっと電話したらねこのメールの文明を返してくれたんだけど要はちょっとねさっき英文で読んだ通りですね、えー、少なくともこのねロースクール要は F 大のロースクールに対して こういった海外の修士号だとか学士号だとかそういったような単位というようなことはクレジットというかですね単位として認めることはできませんと置き換えることはできませんという You cannot というですねそういったようなことが正式に回答できましたという話なんですねなのでどういうことかというと一番最初にねあの私の過去動画なんかでもご説明させてもらいましたようなねあの図に書いてあるようなとこで やっぱりね、その JD の単位として置き換えられる部分としては、あくまでも海外の,その実務経験、例えば、まあ、特に王総合法律事務所なんてのはね、最たるものだと思いますけども、それこそ UFJ の実務経験、大総合法律事務所の実務経験、といったようなものは、おそらくは、えー、その83単位の中の何単位か、一応原則ではね、19単位までは、 それに置き換えられることができる。JD の単位に置き換えられることができるって書いてありますけどね。あくまでも原則だからね。それが何単位として充足されるかは分かりません。分かりませんけども、おそらくその部分だけでしょうと。で、要はですね、一例えば一橋大学のあのね、大学院での単位だとかね、そういったもの、もしくは、これは私も以前からね、F 大には聞いてたんですけど、 少なくても、まがいなりにも、LLM の1年に関しては、えー、くむらうでと言われるですね、ある程度の、まあ、えー、成績のものしか与えられないような称号を、KK 息子は取ってるっていうこともね、えー、ことありますよね。ということを考えても、おそらくは LLM に関してはちゃんと勉強してたのかな、みたいなね、感じでね、でも、まあ、ちゃんと卒業してたのかなっていうようなことが想像できますよね。ということを考えて、 これは私以前にね、F 大のこのね、同じ部署に聞いてましたけど、LLM の単位を F 大に関しては、F 大のロースクールに関しては、JD の単位として置き換えられることができますかっていうことも、これも以前聞きました。で、回答としてはね、前もらってましたけど、原則としてはできませんっていうような回答なんですよね。過去できたかどうかはわからないけど、今現在はできませんっていう回答はもらっております、以前もね。ということを考えると、 まあ、あくまで原則論ではありますけれども、LLM の単位を JD に置き換えた。もしくは、海外のその一橋大学院の取得したような単位を JD の単位に置き換えた。ね。というようなことは、おそらくは原則論ね。あくまでも原則論としては、なおかつ今現在においてはできないというのが、この F 大の事務局からの回答なんですよ。というようなことを考えるとですね、 さっきね、冒頭でご説明,ご説明したような JD の単位を83単位取らなきゃいけないんだけども、まあ原則論としては19単位は海外での実務経験が補う形で単位取得という形でされたんでしょうというようなことを考えてもね、残りの64単位はどうやって取ったんですかということですね。これに関してはですね、そのアカデミックレギュレーションの中でも具体的にちゃんと書いておりますけども、 原則はですあくまでも原則はですけどもちゃんと講義を受ける形でその講義の中で64単位は取らなきゃいけないということが書かれていますじゃあですね1年間32単位それの2年間で64単位を経験息子がちゃんとですね取得したんですかっていうことに関してははてどうでしょうかねっていうねこっからもまあ今までの話もねあのいつもの独り言経ちゃんよみたいな話です ほんとまた独り言独り言中の独り言ですけどもねどうなのってそれこそそういうところに何かしらの忖度が働いてんじゃないのかなということが自然に思い浮かんじゃうわけですよみたいな感じですねまあここら辺はね非常にだからね今回グレーのシャツを着てますけどもやっぱりねグレーグレーだよみたいな感じですけどねはいえー、というようなことでねちょっとね冒頭でもお話ししましたようにいよいよね それこそ今週中にでもね、もしかしたら合格発表があるかもしれないというような、えー、ところなんで、まあ直前のね、直前の最後の最新の、えー、情報としてお伝えできる、皆様に対してね、お伝えできるような最新の情報ということで、実は、え、普代からこういったような回答が来てますよっていうようなね、ことで、ねえー、ちょっと紹介をさせてもらいました。いよいよもってね、えー、受験資格怪しいなというようなことをね、えー、皆さんにお伝えをさせてもらいまして、 えーまあ、皆さんとともにですね、この合格発表を待ちたいなというような感じです。でもうね、15分ちょっと過ぎちゃったんでやめなきゃいけないんだけど、もう最後にこれだけは言っときますよ。あの、私もですね、ほんとここ1、2週間、2、3週間ぐらいかな、一生懸命こうやってね、追いかけておりましたけども、やっぱりね、どうしてもね、この追いかけてる理由というかね、というのは、まあ、私もね、もう30数年前ですけども、 まああのジャンルは違いますけど同じような試験をねアメリカまで行ってね2日間かけて受けてきましたで1回落ちたから計4日間ね自ボケの中で1日ね7時間8時間こうやって机に向かうような試験なんですけどもそれをね2日間で156時間ぐらいのね、えー、試験をね2回にわたって受けてまあなんとかね受かったんですけどもやっぱりね、あのー、自分で言うのもなんですけどもやっぱりかなり勉強しました私もともと勉強好きじゃないんですよ好きじゃないけども えー、その時期だけはね、若かったっていうこともありますけども、まあやっぱり自分の将来と思ってね、やりました。と同じようにですね、私のことはどうでもいいです。私のことはどうでもいいんだけど、それと同じようにね、えー、やっぱりね、これはアメリカ人であろうがね、日本人であろうが、他の外国人であろうがね、それこそ、やっぱりね、俺は、私はニューヨーク州の弁護士になるんだっていうようなことで、なおかつね、将来の生計をね、 えー、この弁護士というね整形というねそういう職業の中で俺はこれで食っていくんだ私はこれで生きていくんだっていう人がいっぱいいるわけでしょでそういった中でやっぱりこのねロースクールにね高い需要量ですよ年間ね何百万、えー、この F 代だけでも確かいくらでしたかね4万ドルも忘れちゃったけど4万ドルとか5万ドルすなわち日本円でいうとね年間ね500万も600万もね 払うようよな授業料だけですよ授業料だけでそれプラス生活費がありますからねそういったようなねそれこそね、えー、なかなか取れないんです奨学金なんてね奨学金取るのことだって大変ねそれこそ生活費はものすごく高いそれこそね年間ねあの授業料と生活費なんか含めてそれこそ1,000万ぐらい年間ね費用がかかってる中でこれで生きてくんだってことでね勉強してるような人がいっぱいいるわけだよね他にね そういったような中で、こういったような疑問、ね、忖度があるんじゃないのかっていうね、疑念だよね。もう疑問というか疑念だよね。というようなことがあってはいけないですよね、絶対ね。だから私は、万が一ですけども、今回ね、合格発表がありますけども、その中で KK 息子の名前があったらね、いや、問い合わせしますよ。今までこのね、2、3週間ぐらい、まあ前からだけどね、ずっと調べてきたようなものを、例えばね、 あんまり長いと見てくれないからさ、まあ多分 A4 で2、3枚ぐらいにね、簡潔にまとめた、今回ご説明しているようなことも全部ね、簡潔にまとめてね、それこそ図でもくっつけてですね、そういったようなことを、アメリカンバーアソシエーションと言われるね、アメリカの放送協会だとか、もしくは、えー、例えばキャラクターフィットですね,ね、のそのね、協会だとかっていうところに、 当然ね受かればですね、えー、弁護士の資格を取るための申請をするでしょうからねそういったようなところに正式にね、えー、問い合わせかけますよこれってどうなんですかってねまずそのね入学資格からしてどうなんですかそのね絵札に対する LLM の入学資格に対してはどうなんですか JG2 年間で卒業してるけどこれってどうなんですかってねいうようなことに関しては、えー、正式にその でそれに伴ったね、えー、受験資格どうなんですかっていうことは両方に対してね問い合わせかけますよ。そうじゃなきゃね報われないもん。本当に一生懸命ねさっき言ったようにね私は俺はこれで生きていくんだっていうことで年間それこそね1,000万円ぐらい生活費から授業料からねで全部ね1,000万もしくはねそれ以上のお金を払って3年間でねあしたらそれこそね3,000万4,000万かかるわけだよね。 それをね、えー、まあ、ほんね、9学生の人だと、小学生、奨学金を受けてね、えー、実際に賄っているような人。でも、奨学金だってね、それこそね、返済不能なものと、返済しなきゃいけないものがありますよね。返済しなきゃいけないものが、将来的に何年もかけて払わなきゃいけないわけですからね。にもかかわらず、皆さんご存知の通り、この KK 息子に関しては、返済不能のね、えー、授業料全額免除の、えー マーティン奨学金プラス生活費に関しては王総合法律事務所から出てるす,すなわち自分の懐から何にも払ってないにもかかわらずそういったようなね200人もしくは400人に1人ぐらいしかやられないようなマーティン奨学金を受けた人間が2回も教えて,てこのね受験資格どうなんですかっていう疑念が出てるそりゃおかしいだろうっていうふうに思いますよねだからやっぱりこういったようなね疑念に関してはしっかりとですね やっぱり明ららかにしてもらわなきゃ困るわけですよだから、えー、私はね、えー、まあ自分のことはどうでもいいんだけどやっぱりねやっぱりそういったようなこと、まあ、経験してるから、まあ、ジャンルは違うわけど同じような試験で経験してるからやっぱりそういったような苦学生の人たちのね若い人たちのね苦労わかるまあ少なくとも分かりますわかるからやっぱりねおかしいよということだけはね言わさせてもらいます。ね まあ、あの、あの字の不合格だったらね、多分しないと思いますけどね。まあ、それ以降どうするかっていうこともあるからね。まあ、あの字の不合格だったら、としてもちょっとやるかどうかいろいろ考えますけどね。不合格だったらちょっとわからない。けども、万が一だけどね、万が一名前があったら、皆さんにお約束しますよ。必ずやります。ということだけはね、えー、言っときますね。<laughs> という感じですね。はい。ということで、ちょっとね、お伝えしましたように、えー、合格発表がね、えー、今週中ぐらいにもね、あるかもしれませんけどね。 えー、まあ、そういった中で、まあ、皆さんもね、片蔵を飲んで待ってるかなという気がいたします。で私もね、朝晩ね、必ずね、ニューヨーク・ステイト・ボード・オブ・ロー・エザミナーズというね例のサイト、えーま、毎朝、毎晩チェックしてますけども、あの前回もそうだったんだけどね、実はね、私以上に早くね、お気づきになるねご視聴者の方がいて、前回もね、 ケイちゃんね、出たよーみたいなことで教えてもらって、え、そうなのかなと思ってね、私もね、えー、急遽ググったようなね、えー、記憶があります。今回もね、そういったようなパターンもね、あるかなという気がしますので、えー、もしね、私が気,気づく前に、私が動画であげる前にですね、えー、皆さんの方でお気づきになったらね、またコメント欄で結構ですので、他の動画のコメント欄で全然構いませんのでね、えー、ちょっとね、教えてもらえれば大変嬉しいかなという感じです。 もうそういったのはね、コメント欄んで、まあ、情報いただいたらすぐググりますよみたいな感じですけどね。まあ、あの、私に限らずね、他の YouTuber の方なんかもね、これに関しては相当ね、注目度高いんでね、えー、もうそのね、我先にじゃないんですけどね、いろいろね、お知らせ動画等を出してくると思いますけどね、私も負けないようにね、頑張って、あの、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。はい、えー、今回もありがとうございました。一応合格発表までに、まあ、これがおそらく最後になると思います。 新情報としては最後になると思いますけれども実は F 大でこの点に関して気,気になってたということで、えー、やっとこさじゃありませんけれども回答もらいましたよということでねいよいよもっていよいよもって疑惑が高まってきたみたいな話ですけれどもお伝えさせてもらいましたはいということです月曜日始まりましたね皆さんね今週も頑張っていきましょうみたいなね私もね 頑張って自分の本来の仕事プラスこの YouTube も頑張ってやっていきたいなと思います。ありがとうございました。それではね、バイバイ。